アリサです。今から今年の目標を書いていきたいと思います。ティアラチャンネル。はい、じゃあ書いていきます。アリサは一文字にします。ふぅ、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 オッケー。綺麗に書くぞ。もうね、あれだよね、笑うっていうのは犬みたい、チワワみたいやと。お母さんからも、え、なにこれ犬みたいって言われた。じゃあ書いていきます。大きすぎた、大きすぎた、なんか今年一番の文字で。みんな分かったかな。めっちゃ震えてるんだけど。うまくない？うまくない？ということで、アリサはアンを書きました。これはね、アリサのアリサアに使われてます。あ、ここに貼ってない。アリサのアンがこれです。で、意味はアリサらしく、自分らしくとか、あとね、その自分を信じるっていう意味、自分らしく。あとね、このアンズなんですけど、アンズのように可愛らしくっていう意味があります。以上です。